はい、それではやっていきましょう。丁寧に学ぶ IT エンジニア入門。今回からやっていくのは通信に関する内容をやっていきます。ということで通信編。第1回は、LAN と WAN という、よく聞くけど何かよくわかっていないような内容について話していきたいと思います。で、この IT エンジニア入門に関して、何を基本として話していくかっていうのが、今までも話してきましたけど、第1回でハードウェアとして、パソコンの中身、CPU や GPU、メモリやハードディスクについて話してきました。で、次に話すのがソフトウェアですね。ソフトウェアってその個別のソフトのことではなくて、OS、その全てがソフトウェアが乗るその土台となっている OS に関する話をした後に、プログラミングとはそもそも何をしているんですかというところを話しました。で、意外とプログラミングスクールって実際の実践的な部分をはっきり話しますけど、何ですかね、予備的な知識っていうのは、やっぱり金に結びつかないというか、仕事に結びつきにくい、その目に見えにくい部分の知識なので、はっきり話せないことが多い。ということで、今回、その土台となっている、実は無意識に使っている部分でなくなると非常に怖いっていう部分で、基本知識としてソフトウェアの OS とプログラミングに関して、ビルドに関してですね、話しました。で、今回から話していくのはこの通信に関する内容です。基本的にみんな使ってるけど、意外と知らない部分。だけど、非常に仕事になるんですね。通信って、どこの会社でも、社内 SE とかある程度持ってたりとかしますし、それに、サービスを提供するってなったら、当然サーバーとつなぐ必要があるので、通信が必ず発生するわけですね。だから通信の知識って、意外と応用範囲非常に広いんですけど、意外となんていうかね、教育機関でパッと教えるかと言われると、そんな教えるの知識ではなく、ある程度本で自分で学ぶしかないというようなものになっている状況なので、ぜひぜひこの動画で、その概要について理解していただければと思います。ということで、通信の話やっていきましょう。ラントワンに関してです。ラントワンって言ってますけど、とにかく通信の全体像を理解していただくというのが今回の趣旨になります。で、インターネットの通信、流れ、ここに図で書いてますけど、とにかく一番大事なのはルーターと思ってください。ルーターを意識して考えることによって、全体像をすごく理解しやすくなります。で、ルーター何かっていうと、LAN と WAN というものの境目になります。LAN と WAN 何かというと、LAN がローカルエリアネットワーク、WAN がワイドエリアネットワークです。だから、つまり LAN の L と W が違うということで、ローカルかワイドかっていうのが違うことですね。ワイドっていうのは、つまり自分の家の中のネットワークではなく、外の世界まで広がっていくのがワイドエリアで、一方でローカルエリアっていうのは家の中のことをローカルエリアになります。なので、皆さんのアパートとかで、このように、いろんな PC とかいろんな人の部屋までつながってると思うんですけど、それがいわゆる、LAN になるわけですね。会社もそうですね。会社の中で、ローカルエリアを持っていて、その中でデータをやり取りするとかもありますけど、インターネットに接続するってなったら、必ずルーターを経由して、そこから、インターネットに。この間にインターネットサービスプロバイダー、ISP と言われるものがありますけど、例えば、KDDI とか、ドコモとか、そういったものがありますけど、ドコモじゃないね。NTT か。NTT とか KDDI とかありますけど、そういった、会社が、いろんな人のローカル、LAN と LAN をつなげる役割をしているわけですね。で、Google だって当然、パソコン、そのサーバーがあって、そこに接続しているわけなので、インターネットサービスプロバイダーを挟んで、その Google に我々はつなぐことができているということになります。ということで、ルーターを挟んで外側というものはインターネットにつながっている。とりあえず世の中のいろんな人のパソコンにつながっているということが分かりました。じゃあ、もう少し細かいところを見ていくと、LAN の部分、この中身の方ですね。我々のパソコンに対してスイッチングハブというものにつなげます。で、家だと、そのままルーターまでこう引っ張っていってる。パソコンが1個しかないとかだったら、そういったことが起こるかもしれないんですけど、基本的にスイッチングハブで、このようにいろんなパソコンにつなげるようにしてから、それをルーターにつなげるっていうのが一般的になります。会社のシステムとか見ていただくと、そうなってると思います。で、無線 LAN とかも、ハブの役割を果たしているので、スイッチングハブとしての役割。だから、無線 LAN から有線で引っ張ってくるっていうことをしても、このような分岐になりますし、無線 LAN で Wi-Fi つなげるって言っても、こういった分岐の役割をしていくと。ということで、こういった、スイッチングハブという、
そのハブ、いろんなものをつなぐという役割をしている立ち位置のものと、ルーターという、ランドワンを境目をするような仕組みのものがあるということになります。で、これが一応、まず全体像として覚えておいていただきたい。まあ、そんなに難しく、パッと見ても難しくないことかなと思います。で、もう一つが、その PC って、じゃあどうやって見分けてるのっていうと、例えばこういった分岐があるということは、当然、インターネットの Google からこう、何かメッセージが来て、誰かのパソコンに行くとして、じゃあこのパソコンを見分けるためのアドレスってどうやって見るのかっていうと、この IP アドレスや MAC アドレスというものが存在するわけです。IP アドレスっていうのがネットワーク上の番地で、MAC アドレスというのがそのパソコン個体の番地なので、IP アドレスっていうのはこのパソコンが別のネットワークに持っていく。例えば皆さんの使っている携帯を、その自分の家の Wi-Fi じゃなくて別の家のところの Wi-Fi からつないだりすると IP アドレスが変わってくるわけですね。で、一方で MAC アドレスに関しては変わらないと。その機体、その個体専用のアドレスなので MAC アドレスは変わらない。まあ、携帯だと分かりにくいかな。パソコンの方が分かりやすいかなと思うんですけど、そのパソコンを移動させて使っても Mac アドレスは変わらないというふうになってます。で、そんな感じで、こういったアドレスを持ちつつ、こう、ネットワークをうまく活用して、自分のパソコンと他のパソコンとのやり取りをするっていうのが、いわゆるネットワークの仕組みになります。で、自分のパソコンと、こういったハブとかルーターを通して最終的に Google のサーバーにアクセス。で、サーバーは当然パソコンなので、このパソコンから返事が返ってきて、パソコンにデータが、自分のパソコンにデータが戻ってくるというような仕組みになっているというのが通信の仕組みになります。で、じゃあ情報どうやって送られるのかっていうのがパケットという仕組みでデータを送られます。まあこれもまあおまけ程度っていうか、まあなんか全体像を覚えていただければ個別の用語としてはそんなに重要じゃないので、ぜひ、まあ、その、どういった仕組みがあって、どういった分類があるのかっていうとこを大まかに覚えておくと、理解しやすくなるかなと思います。で、まあ、パソコンとハブルーターで、向こうのパソコン。まあ、さっきインターネットって書きましたけど、結局要は誰かのパソコンまで繋がるっていう話なんで、でまあ、こういった流れになっていると。だパソコンというパソコンで、こういった、ものを経由して通信していくということになります。で、じゃあ、すみません。IP アドレス、これコピーしてるんで全く一緒になってますけど、まあ、当然別のパソコンなんで、IP アドレスは違うアドレスになっているということになりますが、このパソコンからじゃあデータを送るときにどうなるのか、このパソコンから相手のこの IP アドレスに対してデータを送りたいってなったらどうなるのかっていうと、一応手順が 3つの手順で行われます。で、この3つの手順で行われる流れのことを 3-way ハンドシェイキングっていうふうに呼ばれます。日本語で言うと 3D-way ハンドシェイクですかね。まあ、イングは多分、英語特有の表現だと思うんですけど、でこういったまあ3つの方法、3つの手順でやっていきますよと。それによって通信を確立しますよっていうのは、よく言われる、手法になります。で、これまあ、あくまで片方のその TCP 通信っていう、まあ、一番一般的な通信方法の方法なんですけど、それに対して UDP っていうのもあるので、まあ、ちょっと後でそれも説明します。で、一般的な通信に関しては、この 3D-way ハンドシェイク。まず、相手 PC に信号を送ります。このパソコンから相手に対して、こう、ビビビーと通信を送って、このパソコンに情報を送ります。で、それに対して、2番目の手順としては、相手から OK の返事が来るんですね。このパソコンが、じゃあ、そいつと通信していいですかってなると、このパソコンから返事が来ます。ってことで、まあ、このパソコンがもし電源が切れてたりしたら、この返事が返ってこないので、3D-way ハンドシェイクが確立しないわけですね。両方電気がついているってことは分かって、しかもこいつが受け入れてくれることは分かると思います。でその時点で通信が確立して、そこから、じゃあここから接続しますよ、接続廃止しますねっていう電気とともにパケットとして情報を送っていきます。パケットっていうのはその小包っていうのの、英語なので、小さくこの小包み状にしてデータを送っていくという仕組みになっています。例えば、1ギガとか、2ギガとか3ギガとか非常に大きなデータを送るとしたときに、それを丸々1個のつながりとして送ってしまうと、どこかで通信がちょっと不安定になると、通信が切れる可能性があるんですね。そうなったらまた送り直さなきゃいけないわけで、1ギガのものを送って、なんか1ギガを送るときにもし1時間かかったとしましょう。1時間のうち1秒だけでも通信が途切れたらデータ欠損しちゃうので、そこで、まあ、相手の PC としてデータ欠損したものが送られて、うまく送られてないというふうに、ことが向こうが判断したら、もう一度1時間かけて送らないといけないわけです。そうすると、やっぱりどうしても、まあ、回線が不安定な地域とかに送るってなったら、もう絶対無理ですよね。しかも皆さんの回線も、そんなに、その、
1時間1秒も途切れずにうまくつながってる回線って、そんなに安定した回線って、まあ、世の中にそんなにないんで、じゃあどうするかっていうと、こういった小包み化することによって、例えば1秒で送れるものを何回も何回も繰り返して、何回も何回も小分けにして送ることによって、例えば1秒切れたとしても、じゃあもう1回送るのに1秒しかかかんないから、そんなにロスが少ないよねっていうことで、こんな感じで、まあ、ちっちゃくするっていうのは、基本的な通信で、送られるときに使われる方法になります。まあ、それをパケットって呼ぶわけですね。だから携帯とかでデータ通信で、どのぐらいの量があるみたいなので、ちょっと昔言われたのはパケット量って言われましたけど、それは要はこういう小さく小包み化したデータのことをパケットと呼ぶので、パケット量っていうのはたくさん、これが積み上がってるイメージでデータが送られるので、パケット量とかって呼ばれていたわけですね。で、こんな感じで、3-way ハンドシェイクという方法では、相手に通信を送って、しっかりとこいつが受け入れの体制をしたことを確認して、安定的に送れる手法が TCP の方法になります。だ、これによって、欠損したデータも送られないですし、しっかりと自分が例えば SNS に投稿、Instagram に投稿するときに、なんか文字が欠損して送られてたりはしないですよね。当然皆さんが書いた通りのものの結果が送られているというのは、こういった TCP のおかげで送られています。あと、Google とかで、まあブログ書くでもいいですし、検索結果を入力するでもいいですし、何か自分が入力したものが欠損した状態で、検索されたりとかしないですよね。皆さんが打ったものがちょっと時間が遅れてでも、しっかり送られると思います。それが TCP の圧倒的な強みですね。その時間がかかってでもしっかりと確実に送るっていう手法が TCP の、一番の強みになります。で、その TCP が適してない場合もたまにあるんですね。TCP ってそのさっき言ったように時間がかかってでもしっかりと確実に起こるという手法だったので、例えばまあ、動画のアップロードとかでも、しっかりとまあやっぱバグったデータで送られちゃアップロードされちゃうと困るんで、それはやっぱりゆっくり確実に送ってほしいわけですね。ただ一方で、困るのが、生放送ですね。生放送だと、やっぱり欠損してでもリアルタイムに見たいっていう人多いと思います。例えば、リアルタイムでニコ生とか YouTube の生放送とかしてた時に、徐々に時間が遅くなって、その確実に送るために欠損があるから、まあ、繰り返しでどん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 遅くなって、1時間の乖離がある生放送とかになったらやっぱり嫌ですよね。なので、そういったことをなくすために UDP 通信という別の通信方法があります。UDP は TCP と違って、もう本当にとにかく確率とか、確率、その通信が確立してるかどうかとかっていうところをしっかりと見るというよりは、とにかく早く送ってあげる。で、リアルタイム性を追求した方法っていうのが UDP 通信になってくるので、例えば YouTube の生放送だとか、Zoom などのビデオ会議とかっていうところは、UDP 通信でつながっています。ということで、まあ、通信方法っていうのが、まあ、パケットにして送られるその TCP 通信っていうのが一番一般的で、一方で UDP 通信という、そういった雑で早いその生放送に適したような手法もあるという、この2つの通信方法を非常に、使うというか、まあ、なんですかね、サーバーを管理するとかってなったら結構使う用語になってくると思うので、この辺りちょっと頭の片隅でも置いておくと何かの仕事に役に立つんじゃないかなと思います。ということで、今回、まあ、まずはじめに通信の一番概要的な話についてお話ししました。一応タイトルとしてはラントワンっていう話でしたけど、まあ、通信の一番基本的な図と概要の話をいたしました。で、ポイントとしては、まあ、ルーターですね。ルーターっていうのはなぜ重要かというと、ラントワンという、まあ、その世界的なネットワークと、自分の、個別の家の中のネットワークを仲介してくれる役割であるからこそ、ルーターっていうのが非常に重要になってくるということです。で、あともう一つ、その通信方法としてパケットを送るっていうふうな、言い方をしましたけど、まあ、それが TCP という、まあ、しっかりと、安定したデータを送るため、間違ってないバグのないデータを送るための方法が TCP 通信で、こういった 3-way ハンドシェイクと呼ばれるテクニックを使いますよと。で、一方で UDP という雑で早いような通信方法もあるので、そういった違いを知っておくと通信について、非常に理解できた状況になるんじゃないかなと思います。で、次回話していくのは IP アドレスの話ちょっとしていくので、まあちょっですね、まあ次回のはちょっとレベルアップするかなと思うんですけど、今回の内容、図の概要さえ理解しておけば、次回も理解につながりますし、しかもまあ通信って、まあ絶対に今後も使っていく知識なので、ぜひぜひ、図のイメージ持っておいていただければ、いいかなと思います。
ということで今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。